インドウッドファッションで感じるバイブス、過去音楽という話でですね、今日のファッションショーに参加していただいているゲンゲンさん、ケンモチヒデフミさん、高谷健太さん、と僕でお送りするインタビューパートになります。では、最初にご登壇者の方々を紹介します。まずはゲンゲンさんです。京都府出身、生まれつき感音性難聴を持ちながら幼少期よりクラシックバレエに携わり、高校生の時に本格的にストリートダンスを始められています。ストリートダンスを始めて何年ぐらいですか？もう一度お願いします。ストリートダンスを始めて何年ぐらい？ストリートダンスを始めたきっかけ？きっかけでもいいです。きっかけは高校2年生の時にエグザイルさんのライブを見に行って、でステージに踊ってる人がすごいかっこいいなと思ったのが初めてなんですけど、高校がダンス部、高校にダンス部があって、うん、それでなんか入りたいなと思って、そこからダンスを始めました。あ、そうなんですね。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい。で、はい、剣持秀文さんです。はい、はい、剣持さんいつもお世話になってます。お世話になってます。はい、サウンドプロデューサーでトラックメーカー、作詞家で作曲家です。水曜日のカンパネラのトラックメーカー兼、作詞作曲を手掛けてたりすることもよくあります。2000年代より剣持秀文名義で、インストゥメントの音楽とか、あとは、最近もソロアルバム出されたりとかしています。そうですね、はい、近頃では CM および、こういったファッションショーおよびさまざまな分野で 各活動されています。さまざまなっていうのは大体落合さん関連です。あ、すいません形がないものが急に来るっていう、大体よくわからないものがあると剣持さんお願いがあります。楽しませてもらってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、高谷健太さんです。山本関西事務所、代表取締役、デザイナー、クリエイティブディレクターであらせられます。1998年より師となる、山本関西さんとともにファッションデザインイベントの企画演出をはじめ、国際博覧会、地方創生事業などジャンルを超えた、様々なプロジェクトを国内外で手掛けられています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは、今回の、ファッションのコンセプト と今回どんなことをしてたかっていう話をさせていただきたいと思うんですけれど、もうファッションショーっていうんですから全身から音が出る服っていうのも面白いかなと思って、じゃあコラボレーションするご相手いないかなって言ったら、高谷さんが引き受けていただいてですね、まあ、これはトラックメイキングで剣持さん行くしかないでしょっていうことになり、はい、無事にこの夏の中に、感音性難聴をお持ちのゲンゲンさんが入るという、このなんか素晴らしいコラボレーションが実現したわけですけれども、今回 のファッションの、特徴っていうか、はい、ポイントってどこになるんですか？こういう位置にですね、できるだけなんかその音だったり響きっていうものを増幅したいなというふうに思って、ちょうどその位置のところに全部こう紐だったりとかいろんな飾りをつけて、うん、できるだけその踊るとかなんかそういう、奇跡だったりとか体のモーションを増幅するような、そうですね、そういうものをこう視覚的に、うん、実際これで体感して視覚的にもなんかこうもっと増幅するような、そういうことで考えたのと、あとそのプリントは、まあ、今回その一つのダイバーシティがテーマだったんで、はい、まあ、違いを力に変えるっていう、なんか渋谷区はそういうふうに言ってるんですけど、その渋谷のいろんな写真を撮って、で100部以上ぐらいの写真をコラージュしてちょっと柄を作ったんですよね。なるほど。でそういう柄にそういういろいろ飾りをつけたというような特徴的なテクスチャーですよね。全部ね。そうですね、うん、非常に面白い。もうさっきから落合さんも写真いっぱい撮られてましたけど、はい、もうそういうのを幾重にもこう重ねていったような感じですね。まあ、どっちかというとこう服を見てくださいというよりは、うん、山本関西もそうですし、はい、私が受け継いでるものもそうなんですけど、服が主役じゃなくてあくまでも着る人が主役だよっていうのが我らがずっとこうやってきた哲学で、もう純粋なもんでいいと思うんだけど、なんかこうこれで街出たいとかこれでデビューしたいとか、なんかそういうところにこう純粋に火をつけていくっていうのが、まあだから心をデザインするっていうんですかね。ゲンゲンさん、着られてみてどうですか？はい、着られてみてどんな感じですか？すごいなんかワクワクってます。ワクワクする。なるほど、いいかいいか。ちょっと後ほど一瞬ステップを刻んだりとか、ちょっと体をここで動かしてみたりできますか。あ、すごい。おおおおお。これはダイナミックだ。うん、いい感じ。すごいですね。
で今回は、ショーの音楽を全般的に手掛けられている剣持さんにも、はい、ご覧いただいて、今回の音楽のコンセプトと音の感じはどんな感じでしょうか。そうですね、今回ね、割とその共通するなんかイメージがバンバンはまってきて、あ、これは分かるぞってなって、なんか虫 の、 表面、そう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 、表面 の、 光が七色になって反射する感じとか、うん、ああいうのやりたいんだっていう話をして、ああ分かるなっていう、うん、なんかこの、まあ、衣装もそうなんですけど、ちょっとサイケデリックな感じがあったりとか、うん、でもなんかこの自然のものとこの無機物のなんかテクスチャーが、うん、なんかこの変に合体してるところにめっちゃ美しさとか、うん、なんか今の現代の人間がその気づける良さみたいなところになるなと思って、うん、そういうのちょっと音でやりたいなと思っていて、うん、例えばその自然音とサイケデリックな人工音がうまく合わさったような音が決まってます、ね、そうなんですよね。あとなんかそのメロディーとかでいいメロディーだねっていう判断をするんじゃなくて、もうちょっとその音自体のなんかテクスチャーとか雰囲気でこのファッションショーを盛り上げたいなっていう、そうそう。あとね、映画 の、 最初に出てくるサウンドロゴみたいなのがあるじゃないですか、なんかドルビー、ドルビーサラウンドシステムみたいな、ポン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 っていって いろんな効果音とかがなんかなって、あ、これからめっちゃいい映画始まるぞっていう、なんか30秒間のワクワクをずっと続けようみたいな感じのが割と今回のショーの音楽のテーマです、ね、最高、サウンドロゴ入れまくりみたいな感じのバキバキ感が、いや、そうなんですよね。なんか今回はやっぱ全体的に最初自然のニッチな体の表面、例えば、まあ、虫とか、まあ、鳥とか、なんかああいう人たち、ああいう方々 の、 体の表面の自由さって面白いなと思って、で、わりかし人類だけ妙に型にはまってるなというところはあり、そういったような、まあ、生物種全体から見ればマイノリティなんて特に関係ないじゃないですか、全体マジョリティとマイノリティの差は特にないっていうか、じゃあちょっと虫の表面のマイノリティ感とかってとか、なんか自然感のやばいバキバキ感ってあるよねって話そうそうそうしたら、なんかあ、それはそうかもって話になって、まあ、結構分かりやすかったです。ああ、でなんか今回それで、お話をさまざまなデザイナーの方に持ってっていただいて、人によってはいわゆる地産地消の、例えば段ボールだったりとか、まあ、ゴミだったりとか、そういうものをコンセプトに作っていただいたりとか、あと人によっては、まあ、あともっとテクノロジーが入って違った光り方をするとか、まあ、そういったような、もうある種全員コンセプトがバラバラの多様な服っていうのがあって、その中では多分ね、一番カラフルな、一番マルチな材質が使われている服がこれなのかなっていうのが、今回あって非常に面白いと思います。なんかちなみにショーでは、ある種ある程度の体の身体表現をしてもらうと思うんですけど、なんか試しにその服でここでちょっと踊ってもらうことはできますか。ありがとうございます。社会のダイバーシティ性を上げていくっていうのが一つの目標なんですけど、どうやったら多様な、みんなが違っていいっていうことを理解できるのかなっていうところをより発信していきたいと思ってるんですけど、この多様性ってことについて剣持さんとか普段どう思ってますか。いや、難しいですね。多様性なんて感じなくても剣持さん多様だからね。確かに、まあ、でもそこでしかあんまりなんか勝負するところがないなと思っていて、なんか、ね、みんなでこのなんか主要3科目とかで点数取ろうとしたら絶対この上がいるじゃないですか、この幅の中で勝負しないといけないっていうのがあるけど、なんかまあそもそも人がなんかやってないようなこととかできない表現みたいのを考えたら、もうメーターは無限になんか上にも縦にも、尖る方向は無限にある、前にも後ろにもあるから、したらまあ同じそのメーターで人と争わなくていいから、まあ常に
勝ちも負けもないみたいなところに行けるのかなと思って、うん、確かに、うん、ちなみに、今回のショーでは剣持さんの音楽に合わせてダンスをされると思うんですけれど、ダンスのポイントはどんなところですか？ダンスの武器ですか？武器とかポイント、僕は生まれつき耳が聞こえないんですけど、はい、小さい頃から、バレエを始めて、なんかそのリズム感を取るっていうことから始まって、そこから僕は耳が聞こえないけど周りの人と一緒に同じ空間で踊れるっていうのは自分の武器だし、聞こえないけど踊れることは可能っていうのは今まで感じてきたんですけど、今回は初めてライブジャケットを着て振動を感じてステージで踊るっていうのは初めてなので、それを感じるのが楽しみです。なるほど、なるほどな。ちなみに源元さんの補聴器は、右耳にはめてて、はい、高い音が分かんないですけど、低音のビートは少し感じられる程度です。なるほど。ちなみにそれは特別なデザインとかなんですか？あ、色が可愛い。へ、緑色の。はい。いい感じ。めちゃくちゃ良い。もうデコっちゃいました。デコっちゃった。あれデコ補聴器なんですか？かっこいい。なるほどな。デコった補聴器かっこいいです。はい。かっこいいです。いい、最高。この髪の毛の色とかはいつもピンクなんですか？はい、ピンクです。あ、そうなんです。今日のためにじゃなくて。いつもピンクが好きです。なるほど。めっちゃいい色だと思います。そう、うん、このなんか頭の色と補聴器の色が合ってます。はい、補色になってる。そう、かっこいい、うん、かっこいい、かっこいい、うん、そ、学生時代にニューヨークに行って、で頭に帽子代わりにマネキンの足をかぶってた。なんかストッキングのようにマネキンの足がニュッと伸びてる。そういう帽子をかぶってた人がいて、それで身長2メートル30センチぐらいの、ね、そう、それでファッションってここまで人間ってここまで表現していいんだというのが初めてその18ぐらいの時に分かって、それでそこから少しずつ自分もこうファッションって楽しいなとかいろいろやってみようと。で、例えばこういうファッションも源元さんを通して本当にここまでやっちゃったらやっちゃってもいいんだっていう人たちが本当出てきたら、なんか昔の自分みたいな、なんかそういうのもありだなっていうふうに思いますね。確かに、うん、まあ特にやっちゃいけないことはないですか、ね、そうですね。今回のファッションショーで、まあ、身体表現と源元さんのダンスと剣持さんの音楽と、うん、高谷さんのこのファッションと、あと、まあ、僕がちょっとだけやってるテックと、うん、まあ、でもそういうものがこう合わさっていって出てくる何か面白いものっていうのが、まあ、多くの人に届けばいいなと思っているので、うん、まあ、そういったような身体をこう伝えていくっていうことに僕は非常に面白さを感じていまして、まあ、今回この機会をいただいて大変ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。